の AI ツールを使えば、こんな短いテキストを入れるだけで一瞬でこんな綺麗なプレゼンテーションが作れちゃうんです。こんにちは、ザ・レスポンスの柴田です。こちらの AI シリーズでは、ビジネスの現場ですぐに使える AI ツールやその活用方法について、実際の画面をお見せしながらステップバイステップでご紹介します。今回はテキストを入れるだけで一瞬で綺麗なプレゼン資料を作ってくれる AI ツールをご紹介します。ビジネスをしていると、営業の提案資料や企画の発表資料、講座の紹介資料など、スライドやプレゼンテーションを作る機会というのがあると思うんですが、いざ自分で一から作るとなるとなかなか大変ですよね。そんな大変なプレゼン資料作りなんですが、こちらの AI ツールを使えば一瞬で作ることができちゃうんです。しかもただスライドにまとめてくれるだけではなく、デザイン性にも優れているので、自分で考えて作るよりも明らかにクオリティの高いプレゼン資料を短時間で作ることができちゃうんです。それがこちらの AI ツールガンマです。私たちはこれまでプレゼン資料を自動的に作ってくれる AI ツールを数多く使ってきたんですけれども、今はこのガンマでのプレゼン資料作りが一番おすすめです。というのも、このツールの最大の特徴はデザイン性にあります。ガンマではユーザーが入力した情報をもとに、最適なスライドのレイアウトやデザインを自動で提案してくれます。つまりこの機能があることによって、見栄えのいいプロフェッショナルなプレゼン資料が短時間で作成することができるんです。実際に私たちはこのガンマを使ったプレゼンを動画広告にも使って、売上アップにも活用できています。最後にそちらの使い方についてもご紹介したいと思いますので、ぜひこちらの動画を見ながらあなたも一緒に取り組んでみてください。まずはガンマにアクセスしてアカウントを作りましょう。ガンマと検索していただくか、概要欄にもリンクを載せておくので、そちらからアクセスしてみてください。こちらの無料会員登録をクリックしてサインアップ画面に行きます。 Google アカウントをお持ちの方はこちらから、 Google のアカウントをお持ちでない方はこちらにメールアドレスを入力していただくと、簡単にアカウントを作ることができます。サインインしていただくと、このようなページに切り替わります。ガンマは無料プランと有料プランがあるんですが、無料プランでも基本的なプレゼン作成機能を十分に使うことができるので、まずは触ってみたいという方は無料プランから始めていただくのがおすすめです。ただし無料プランでは作れるプレゼンの数や機能に制限があるので、一度ご自身で実際に触ってみて使えそうだなと思った場合は、有料プランにアップグレードしていただくのがおすすめです。有料プランではより多くのテンプレートやカスタマイズ機能にアクセスすることができます。なのでプレゼンのデザインやレイアウトをよりプロフェッショナルなものに仕上げることが可能になります。さらに有料プランだと PDF や PowerPoint 形式でのダウンロードが可能になったり、チームでのリアルタイムの共同編集ができるようになります。なのでよりクオリティの高いプレゼン資料を作りたい場合は、ぜひ有料プランに切り替えてみてください。それでは実際の画面を使ってプレゼンを作ってみましょう。まずは上部に表示されている紫色のボタン、新規作成をクリックします。すると画面が切り替わり、テキストを貼り付ける、生成、ファイルまたは URL のインポート、これら3つの中から生成のパターンを決めることができます。テキストを貼り付けるでは、文字通り作りたいプレゼンの内容の文章をこちらに入れます。ここでのポイントは、必ずしも完璧な文章である必要はないということです。メモやアウトラインなどのざっくりした内容を入れれば OK です。次に生成では、1行のプロンプトを入れるだけで、その後の概要を AI が自動的に生成してくれて、プレゼン資料を作ってくれるというものになります。最後のファイルまたは URL のインポートでは、 PowerPoint の資料や PDF のデータなどをアップロードしたり、 Web ページやブログ記事などの URL をインポートするだけで、より綺麗なデザインに生成し直してくれます。これは既存の資料に磨きをかけたい場合などにおすすめです。これら3つともどれも使える機能ばかりなんですが、今回はこれらの中でも一番使用頻度の高いテキストを貼り付けるという機能にフォーカスしてご紹介していきたいと思います。ではテキストを貼り付けるをクリック。先ほどお話しした通り、こんな内容を話したいというようなメモであったり、プレゼン内容を要約したアウトラインなどのざっくりした内容をこちらに入力するだけで OK です。あとはその情報をもとに AI が自動的に内容を補足してくれます。今回は先日 YouTube で配信したアートフローという自分の AI 画像を作る方法のアウトラインを入れてみたいと思います。こんな感じですね。1行でざっくりとしたアウトラインを入れてあります。
このアウトラインが実際にどんなプレゼン資料になるのか楽しみにしていてください。スクロールしていただいて、今回はプレゼンテーションの資料を作るので、プレゼンテーションを選択、続けるをクリックします。するとプロンプトエディターというプロンプトを編集する画面に切り替わります。ここでは簡単な指示出しを行います。左側にテキストコンテンツという項目があります。ここでは実際に入れたアウトライン以外の情報を生成するか、そのアウトラインの情報を要約するのかを選択することができます。今回はこのアウトラインの情報をもとにさらに文章を補足してもらいたいので、生成を選択しておきます。次にカードあたりのテキスト量なんですが、左から少ない文章、真ん中が簡潔な文章、詳細が長めの文章と思ってもらえれば OK です。今回は中を選んでいきたいと思います。次にコンテンツの対象者なんですが、このプレゼン資料は誰に向けたものなのかということをこちらに記載します。アウトラインから自動的に AI が考えてこちらに文章を入れてくれてると思うので、こちらで相違がなければ特に触る必要はありません。今回は動画編集やサムネイル作成に興味があり、 AI ツール初心者の人というふうになっているので、そのままにしておきます。次に語調なんですが、どういった語調のプレゼンテーションを作るかをここで選択します。こちらも自動的にアウトラインの情報から生成してくれているんですが、親しみやすくユーモアを交えつつ分かりやすく説明するというふうになっているので、このままでいきたいと思います。出力言語は日本語で問題ないので特に触る必要はありません。画像についてなんですけれども、こちらは自動ウェブイメージ AI 画像から選択することができます。今回は AI 画像を選択しておきたいと思います。画像自体は生成された後に差し替えることも可能なので、すぐこだわる必要はありません。次にフォーマットなんですが、今回はプレゼンテーション用の資料なので、プレゼンテーションというふうにデフォルトの状態で OK です。これらの項目を確認していただいたら、一番最後にスライドの枚数を指定することができます。デフォルトの状態では8カードというふうになっているんですが、このカードというのはスライドの枚数のことになります。もしスライドを何枚以内に収めたいという場合は、ここでマイナスを押していただくと、カードの枚数、スライドの枚数を減らすことができます。逆に増やしたい場合はプラスを押していただければ OK です。今回はデフォルトの状態8カードで進めていきたいと思います。それでは続けるをクリックします。最後にここでスライドのテーマを選択します。ここで無料プランと有料プランで差が出てくるんですが、無料プランを選択している場合はシンプルなテーマから選択することしかできないんですが、有料プランに切り替えている方はより幅広いテーマから選択することが可能になります。私は今有料プランに入っているので、スライドのデザインがこのようになっています。この中からご自身のイメージに近いテーマを選んでいただければ OK です。今回はアートフローという AI ツールについてのプレゼン資料を作りたいと思っているので、ダーク、プロフェッショナルに絞り込んで探してみたいと思います。このようにスライドデザインがたくさん出てくるんですが、今回はこちらを選択してみたいと思います。こちらでテーマを選択したら生成をクリックします。するとこのように一気にスライド化されました。しかもあんなにざっくりとしたアウトラインだったにもかかわらず、このようにアウトラインの情報をもとに内容を補足してくれていて、さらにデザインやレイアウト、画像も内容に合わせたものに変わっているのがお分かりいただけるかと思います。もちろんこちらのテキストや画像などはさらに編集することも可能なので、最後に軽く編集して整えれば完成です。例えば投稿者の表示がいらない場合は、こちらを選択していただいて削除を押せば、このように消すこともできます。文章もこちらからテキストを入力していただければ差し替えることが可能です。 AI 画像をもう少しテイストの違うものにしたいなという場合は、こちらを選択してアクセント画像編集を選んでいただいて、プロンプトの内容を変えて生成ボタンを押すと別の AI 画像に差し替えることもできます。さらにもっと細かく編集したい場合は、一度パワーポイントで書き出してそれをキャンバに入れて編集することも可能です。このスライドをプレゼン発表で使用したい場合は、右上のプレゼンテーションをクリックしていただくと全画面表示されるので、そのままプレゼンにも使用することができます。さらにこれだけではありません。画面を切り替える際に、次のページに切り替えるタイミングでこのように自動的にアニメーションをつけてくれます。これはプレゼン発表の時にわざわざアニメーションの機能を一つ一つつける必要がないので、非常にありがたい機能ですよね。
そしてさらにですね、プレゼン発表の際に便利な機能というものがあるので、こちらも押さえておいていただきたいです。カーソルを一度上部に上げていただくとバーが表示されると思うんですが、スポットライトというタブを選択してみてください。すると今自分が喋りたい文章のところにスポットライトが当たるようになって、次の文章はぼかしを入れて前の文章はうっすら読める状態にしておいてくれてるんです。これは非常にありがたいですよね。次のページも一応見てみましょう。最初のタイトルが出ている時には下の文章は見えないようになっています。ですが次の文章を表示させると前の文章はしっかり見えて、次の文章は見えないようになってるんです。なのでこのスポットライト機能を使うことで非常に視認性が良くなるので、この機能は覚えておくようにしましょう。このようにガンマを使ったプレゼン資料はデザインやレイアウト、画像を自動生成してくれるだけでなく、自動的にアニメーションをつけてくれていたり、スポットライト機能なども使えるので非常に視認性が上がり、さらにクオリティの高いプレゼンに感じますよね。このようにガンマを使うことで今まで大幅に時間がかかっていた文章やデザイン、レイアウトや画像などを考える時間が一気に削減されるだけでなく、自分で作るよりも圧倒的に見やすい綺麗なプレゼン資料を短時間で作ることができちゃうんです。冒頭でもお話しした通り、私たちはこのガンマを日々活用しているんですが、例えばこのガンマを活用すれば、先ほどの手順でプレゼン資料を作ったら、このようにそのプレゼン資料に合わせて話すだけで OK です。それをご自身のスマホやカメラで撮影すれば簡単に動画広告の完成です。ぜひあなたのビジネスでも活用してみてください。いかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思っていただいた場合は、ぜひコメント欄で感想を聞かせてください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。他にもこちらの AI シリーズではウェブマーケティングですぐに使える AI ツールを多数ご紹介しているので、ぜひそちらも確認してみてください。こちらに出ているサムネイルをクリックすると簡単に飛ぶことができます。それでは次回の動画でお会いしましょう。